米村松、期3月13日から1941年12月27日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。航海術の権威であり、海軍部内で、航海の神様と呼ばれた人物である。熊本県、宝卓軍天明町出身。1901年12月14日、海軍兵学校を卒業。 赤字は125名中39番。同期に、米光正、高橋三吉、藤田久のらがいる。浅間、富士乗組等を経て、水雷術練習学生を卒業。おぼろ乗組を経て、日露戦争では、特務艦隊機関の対中丸分隊長として従軍。日本海海戦時は、愛媛丸指揮官であった。 戦後再び水雷術練習学生となると、小中尉時代はもっぱら水雷畑であったが、以降は公開下専攻の士官として歩み、海軍大学校を学生、海大専修学生を修了し七艦の航海長、二度の海軍兵学校教官及び、海大教官を務めた。第一次世界大戦においては、浅間航海長として出征し、ドイツ艦隊の捜索に当たった。 また、県米主体に転じた後は通称保護に任ずるが、変えずにない暗眼などが原因で、座礁事故が起きている。1920年12月1日大佐に進級。練習艦隊所属の浅間艦長となり、同期で親しかった岩手艦長、与内光正と共に、遠洋公会で、少尉候補生を指導した。この航海では、米内と候補生、 マサキ・虎クトラの間に逸話があるが、米村は、自身の処置に対する批判を行った、候補生を丁寧に指導し、この候補生は、感銘を受けている。その後、欧米出張等を経て、戦艦、一勢艦長を務めた。1925年、大正14年12月1日少将へ昇進。同時に公開化最高ポストである、水路部長に干せられ5年間この任に当たる。 在職中は国際水路会議に政府代表として派遣された。この時同行した部下に自決した草刈英二少佐がいる。兼務していた海大教官として戦術及び専務を担当した。1927年には海軍部内にとどまらず広く一般国民への海事思想の普及を目的として、後悔の話を表し科学知識普及会から出版した。 1929年11月30日中将へ、進級し、翌1930年12月24日、予備役編入となる。その後は、兵器製造に関わる企業の役員を務めている。なお、海軍部内の総監に関する警区総監十足は、米村によるものである。浅間日清座小佐門府査定書。ありがとうございます。